ました。お願いいたします。はいよ、どうぞ。じゃあこちらから自己紹介を。はい、竹内美優です。はい。SK48 山寿良です。よろしくお願いします。ユニット名が。ユニット名は竹山です。よろしくお願いします。竹山さんでございます。はい、よろしくお願いいたします。竹山さんって言っちゃうよ。さあそして。はい、NMB48 のいじりアナです。よろしくお願いします。NMB48 チーム N 研究生の溝川未来です。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。そしてユニット目が。はんなり姉妹です。はんなり姉妹でございます。京都を背負ってお二人が出てまいりました。よろしくお願いいたします。お二人、じゃんけんの方いかがですか？成績の方は。竹内、じゃんけん私7位で。私も12位とかそんぐらいで入ってることがあって、じゃあ本戦は行って行ってます。まあまあいい成績を残って選抜にも入ってます。一つ気になったことどうぞどうぞ言っていいですか？あの、私たちになった瞬間大人たちも一緒にいなくなるっていう。そうなんです。あのこれが普通です。今までずっとこうです。豪華さにかけるという。多い方ですよ、大人。多い方、多い方、多い方。そうなんですか？一緒にはけてったなって感じがしますけど。そうですね、人数が多かったもんでね。そうですね。さあそしてお二人、じゃんけんのいかがですか？私は本戦に1回も行ったことがなくて、じゃんけんも別に強いわけではないんですよ。なるほど。未来ちゃんの方は全然強くないです。あ、2人とも弱いという。弱いですね。でも弱い人が勝ってるのも結構ありますからね。ほんまですか？ほんまです。じゃあ頑張ります。頑張ってください。お、ね、めっちゃ無理やり、なんか関西弁使われるとなんかちょっとイラってきますね。すいません、申し訳ないです。さあそれでは参りましょうか。さあマイクをじゃあ、はい、全然コメントが来ないから応援してほしい。皆さんコメント待ってますよ。コメントぜひぜひ待ってください。お願いします。確かにグッと減っちゃった。さあそれでは誰が出ますか？はい、はい、おたけが出ます。さあ出ましょう。前の方に来ていただいて。これはまだじゃんけんしないメンバー、白いラインまで出てきてください。白いラインの上に。はい、ありがとうございます。さあ音楽ありませんので、レディーじゃんけんぽんですぐ行きますよ。行きます。じゃんけんぽんでね。レディーじゃんけんぽん、レディーじゃんけんぽん。はんなり姉妹の勝ち。本戦出場決定でございます。まだでございますね。さあ竹山が負けてしまいました。竹山さん一瞬すぎない？竹山って名前めっちゃ考えたのに。ね、確かにこの名前はあってほしかったけどね。いやちょっと、ショックですね。昨日でも私スズランとじゃんけんしてめっちゃ勝ったよね。5回じゃんけんして4回負けてるんですよ私。で 5回勝ったの。はい、いけるわと思って。で、すぐ負けましたね。うん、負けちゃいました。ダメだ。竹山解散でございます。はい、解散ですね。さあそしてはんなり姉妹勝ちました。おめでとうございます。ありがとうございます。ほら、やっぱり。いや、でも言うてもあと1回残っちゃってるんで。そうですね。そこ勝たないと本戦いけないで。そうなんですよ。そうですね。ここまで来たら勝ちたいですけど、よく出したら負けるってよく言うじゃないですか。はいはいはい。だからちょっと無欲のまま何も考えずに行きたいなと思います。でも今ちょっと欲出てる感じがありますからね。出てますね。心臓でちょっとドキドキしてるんで。抑えつつね。抑えつつ頑張ります。はい。ありがとうございます。さあ、それではこのまま。はい、行きましょう。さやめぐ対はんなり姉妹です。どうぞ。はい、お疲れ様です。さやめぐ